これでオッケー、ハートありがとうございます。今日は特に何もあの話す内容とか決めずに始めちゃったんですけど、コメント返しを主にしていきたいと思ってます。<coughs> 皆さんこんばんは。お喋り会お疲れ様ありがとうございました。 ひらがほんとだおしゃべり会今日の感想はですね今日はうーん思ってたよりっていうか私すごい下アングルだ <laughs> 自分が思ってたより <laughs> 緊張してまして多分来ていただいた方は分かったと思うんですけど普段あの3期のみんなと一緒にいる時 の荒井リリのじゃないってなりました自分で <laughs> それくらいなんか緊張してましたねでもなんか緊張してるなーっていうよりはあの勝手に緊張しちゃいま何て言うんですかね無意識に緊張があって言葉がうまく出てこないとかうんありがとうございますハートありがとうございます 17。1です。ありがとうございます。楽しみにしてます。いや、本当に緊張しちゃうんです。で、あとメールを取ってくださる方もわかると思うんですけど。私あの？なんか感想言ってって言われて一言でとかあんまり得意じゃなくて。<laughs> なので45秒とかかな？ロングを喋り会は本当にあの？ 短い私からしたら <laughs> 固まってる大丈夫かな <laughs> そうですね初めてだったので確かに慣れ慣れですね45秒で言いたいこと詰め込めって。 厳しい <laughs>。私があの皆さんの立場で、でも。何。思い全部伝えたいのに。ってなっちゃいます <laughs>。そうですね。枚数。でも枚数。 うん。うん。<laughs> なんとも言えないですね。やっぱり。なんだろう。あ、そっか。皆さんの方も緊張しますか。なんか。私的には。一枚を私に。あの。 費やすのももったいないなと思うあでもそれはあの失礼なので、はい、あれなんですがでもそのそう私のためにその時,間と時間とかいろんなものをあの費やしていただいてるのでどうしたら相手の方が楽しい気持ちで笑顔で 笑顔で終わることができるんだろうなって思うとなかなか難しかったです、ね、こんばんはそうですね直接お話ししたいそれが一番です直接の方がやっぱり伝わるものがあると思います私は答えを想定して答えまあそうですねまあうん、うん 私は結構あのなんて言うんだっけあて行き当たりばったりだ予定を作っちゃうとか予想を作るって一般的な予想が出ても人ってそれぞれだから難しいんじゃないかなって思っちゃうんですよね今高速ありお疲れ様です <laughs> 大体ああでもあの一応あのこういうお話したいなっていうのは考えてあってあとはあの、まあ、これは別に悲劇とかではなくて NGT48 メールを取って頂い,いて返信とかであのしてくださってる方にはその返信のお話の続きを話題として。 あのこうこっちから持ちかけたりとかしてましたね。あとは一部2部、3部でそれぞれで来てくださった方も2部の続きの話みたいなこともありました。 ありがとうございます結構あのメールの返信をしていただいて私が私は基本的に全部読んでるんですけどそれがかなり印象に残ります。なので話題も見つけやすいしなんだろう メールであの内容を話してくれたよねとか私が持ちかけても面白いし相手の方からこういう話こうだったなって直接返信メールもそうですけどおしゃべり会で直接こう返事をいただけるのは楽しいって思いました <laughs> あとは何よりあれですね今のご時世から マスクをして私たちお会いしてると思うんですけどそれがないってかなり新鮮でしたそれですね一番の,あの新鮮だったところは新鮮だったところなのかなメールの返信基本的には届いてると思います読んでますよ ででもあ,のあれだけ思ったんです私のメールの頻度にとかタイミングとかに無理に合わせないであの無理のない程度に返信していただきたいなって思いましたやっぱりメールの分って今だと一般的に作ることが減ってるものなので人によっては自然とそれが何だろう ちょっとした疲れに、つながりかねないなと思っているので。皆さんが、あ、この話、この。これ返信したいっていうのがあったら、教えてほしいなっていう感じです。ひなた祭り。そうですね。そうだ、そうだ、ひなた祭りもありましたね。面白かったですか、私の話、私そんなに話してたかな。あの。 日向先輩の日向さんのお話はすごいエピソードがあったのでそこで私の一番今のところ一番思い出深いお話をさせていただいたんですけど <coughs> こんばんはおうしい聞いてる聞いてくださってるんですね こんばんばはーメールの返信にどうなんだろう短い返信でもあの長さじゃないです本当に返さないあーそうですね無理はしないことですね 私も結構あのおはようメールとかおやすみメール毎日してるわけじゃないんですよ <laughs>。見てくださってる方はああ,あ,あ今日リリの寝たなとか <laughs> リんのああまだ寝てるのかなって思ってると思うんですけど先ほど聞きましたありがとうございます。あ、あのひなた祭りなので本間ひなたさんの方です。 <laughs> 前哨級持ってる持っっててでもあそうだ私これずっと言いたかったんですけどあの勘違いが起きやすいのですごい注意喚起みたいなものなんですけど簿記の1級っていうとかなり幅が広くなるんですけど私が持ってるのは全勝です。もしかしかたら日と 勘違いされてたらちょっともうどうしようって思っちゃって日照は本当に難しい検定なので <laughs> うん名前覚えてますね返信メールあの毎回返信メールしてくださる方は覚えてると思います私あおはようメール」と「おやすみメール」はできる範囲ではやってますね ありがとうございます。無理のない範囲で、ありがとうございます。<laughs> 優しい。簿記検定三級です。あ、そうなんですね。簿記。簿記は。一年生の高一で。三級取りました。高二で一級取りました。二級飛ばしましたね、完全に。<laughs> リリのポーズとかファンネーム。私は、あの、公式さんも。 使っていただいてるので、おにぎりがファンマークになるのかなって個人的に思ってます。多分、なると思う。ミッションは受けてないです。ミッションは本当に難しいんですよ。本当に本当に難しいんですよ。ちょっと問題見てみてほしい。私には難しかったです。 何かができるようになったりうーん直接的な何かにつながるかは分からないんですけど職種によってはそれ持ってるといいねっていう時もあるのかなって思いますね。すごいなんかこれ拾っていいのかな奈々子さんに似てるってすごいいろんなところで言っていただいてるのかな。 恐れ多いので、ちょっと、はい。ノーコメントで。もう、それはダメです。私なんかが。私、メール多いんでしょうかメール多いのかないつも通りでやってるんだけどな。<laughs> 握りたいんですかおにぎり握りたいみたいなってことですかかけてるのかな学生の頃の、 あだ名がおにぎりだったので出会えたのえー、すごいバスセンターのカレーまだ食べてないんですよ食べてないというかあの食べられないというかちょっと待ってくださいね <coughs> はいちょっと時間を気にしながらあのあの矯正してるじゃないですかで私のしてるブリッジの矯正はあの茶色いものとか着色しやすいものが あまり食べれないというか食べられるんですけどあの矯正器具に直接色が移っちゃうのでそれを避けてカレーとかはあまり食べないようにし,してるんです実は本当に悲しいですよおいしいものが美味しく食べれないファ,ンネームなんファンネーム難しいですね今決めちゃって大丈夫なのかなって。<laughs> いや、ななこさん本当に綺麗ですよ <laughs> 本当に綺麗なんです <laughs> 私すごい好きですなんて言うんでしょうすごい目が大きくてまっすぐ前を見る方だなっていうイメージがありますで、勝手になんかこんな感想を言ってしまっていいんでしょうかえっタワー来たんですかありがとうございます リーノ握りたいって何ですかなんか響きは可愛いけど <laughs> ありがとうございますすみません申し訳ないですねコーヒーとかえコーヒーもダメなんですよ本当はでもちょっとコーヒーは水分なんで <laughs> コーヒー好きなんです欠かせないんですよ毎日 <laughs> そうですカレーはまだ我慢中です でもそうだ強制私多分今年中に終わりますブリッジこれが今調整あとは並びの調整だけなのでそれが揃えきっ,ってますそしたらあの次どのまたブリッジにするのかマウスピースにするのかは決めてないんですけど補定期間に入るので。 まあ、矯正自体は終わってないけどこのブリッジが消えるよっていうます、あ、楽しみにしててくださいあんまり変わらないかもしれないけど <coughs> あそうなんですよほうれん草とか葉っぱとかダメなんですで私薬味系が好きで料理に結構ネギを入れるのが好きなんですけど ネギダメですね挟まります美味しいけど美味しいけど <laughs> ええー、でも食べてみたいんですよやっぱり新潟にしかないものが多いなって思ってるのでチームおにぎりなシンプルに可愛いですね <laughs> ことぶき屋さんのおにぎりまだ食べれてないんです サイリウムもう発表されてますよあそれん、されてないのかなサイリウムっていう発表のされ方はしてないんですかねメールではお知らせしたんですけど私は緑緑です緑緑覚えやすくないですか緑が好きっていうことは多分私のことをずっと知ってる方はご存知かと思うのでもう緑振ってもらえれば <laughs> 曲がったことえ新潟で行ってみたいところ新潟で行ってみたいところかうーんなんかでも新潟のイメージはあの土地が広いので。 部部分部分、地域地域で全然違った景色が見られるじゃないですかだからいろいろな場所に行ってみたいなっていうのはありますえっんかくまちゃんくまちゃん可愛いです <laughs> あおちゃんと喋ったんだよね今日少しだけ私がですか私がだとしたら何でしたえ <laughs> はいえっツイートされてましたかちょっとちょっと確認しないと <laughs> コーヒーはいやコーヒー牛乳です すごい私がなまっちゃうと無音になっちゃうんですね <laughs> 緑好きなのん食リポの時は私食リポではアワビを食べさせていただいたんですがでも大丈夫でしたねあれあのえこれ まあ、あの裏話みたいな感じになるんですけどあの私が食べたアワビもあおさんが食べたイカもかなりあのだから私 <laughs> あの「美味しいです」って本当に美味しくて感想を言った後にあにあおさんがイカのところに。 こう誘導してくれたんですけど、その後ろで帰ってあのマスクしてって帰って美味しそうだなって思いながら私はあのマスクの下であのアワビを咀嚼するという <laughs> あのそんなことが起きていましたあの放送中にアワビ本当に美味しかったです。 そうなんですねちょっと SNS をあまり見てないのでごめんなさい本当にごめんなさい緑リ,リの確かにおにぎりリとか緑リ,リのあ待ってくださいイタリアンは食べましたよイタリアンはあのいただきました食べましたというかいただきました美味しかったですあでも自分でも食べた気がします今あのホワイトソースの方が気になってるところです <laughs> うーんサイリウム1本でも OK かなって私も1本でも OK かなって思ったんですけど同期のなんですよなので緑だけだともしかしたらわからないかもっていうところがあるのであの絶対にリ,リーナに気付いてほしいって方は緑2本振っていただいた方が安全かなと思います。 <laughs> <laughs> 劇場公演そうです、ね、あっだるまさんがいっぱいだるまさんありがとうございます <laughs> へえワイヤー切れ アービー焼いてた人知人でしたすごいですねそんなことあるんですか <laughs> そうなんですずっともぐもぐしてたんですよ高級食材そうですあ、あおさんそっかそうですよね私のことを知らない人もいるからそうです 葵さんのことをしかもそうだその新潟一番さんに出させていただいた時私多分放送中に葵さんって言ったと思うんですよおさんのことあの時はテレビだったのでやっぱりちゃんと名前で呼ばないとかなって思って葵さんって呼んでたんですけど <laughs> すぐあの <laughs> カメラのないところとか。 青さしゃべる時は「あおさんあおさん」って言っててもうずっと「あおさんですね」えー、ホワイト食べてみます今度じゃあ緑4本ですか緑4本主張激しめですね <laughs> <laughs> ポッポ焼きは食べまししたた美味しかったですでもなんか「ゆうなちゃん ナちゃんから言われたのはなんか本物のポッポ焼きはもっと美味しいんだよって教えていただいたのでその本物のポッポ焼きとやらを食べてみたいなと思ってますきゅうり2本振るね待ってきゅうり2本はさ私じゃないじゃん夏希じゃん悲 <laughs> しいなんかすごい。 なんか「定期的に奈々子さんに似てますね」が本当に申し訳ないですもう奈々子さんに知られてしまったらどうしようダメですそんなの新潟の海は来てましたよ来てました来てましたあの新潟花火を見に来てたので海に行って夜は花火っていうルートをよく毎年父と母が。 連れてきてくれてましたね。群馬には海がないのでやっぱり海新鮮ですね。こんばんは。先輩の中では一番名前そうですね青さん。青さんとしゃ話す機会も多いのでずっとそんな感じです。<laughs> まだ皆さん青さん新鮮なんですか私からしたらもう「あおさん」でしかないんですけどねあおさんは <laughs> こんばんは緑はあ、もうなんかみんなで森を作ろうみたいな変な団体になりませんか <laughs> 群馬県の B 級グルメ群馬の B 級グルメは私焼きまんじゅうだと思います 焼きまんじゅう私大好きなんですけど焼きまんじゅとなんだろう私自分の中であるんですよねなんだったっけな遊びに来たよありがとうございますあそうです多分オーディションのショールームで群馬の話をした,たのは私じゃないですかね 他に群馬の出身の子がいなかった気がします。リリヌちゃんって呼べばいいの。もうはい。えでも名前好きなので名前で呼んでいただきたいです。それは言えます。<laughs> 背は何センチですか。百五十三センチです。なんか。 思ってたよりちっちゃいってすごいあの言われました言われますなんか <laughs> 群馬からならそうですね確かにだからだったんですかねメモもうみんな <laughs> いやダメだ,だよ言わないでくださいダメですあらゆるのはあらゆるのです おじキュウリ2本じゃないですよ。<laughs> ニューイヤー駅伝のゴール地点に行ってるのゴール地点は行ってないですけどあの何、ー、ですかお正月って結構おじいちゃんおばあちゃんちとかに行くじゃないですかその時に駅伝見に行ってましたね確かに。 私何キャラなんでしょう3期の中で分かんない何だろう自分のキャラが分かんないですまだ <laughs> こんばんはほんまひなたさんとは話せたあのはいお話できました多分ひなたまつりさんを見ていただけたらわかると思います私のあのひなたさんとのひなたさんとの <laughs> <laughs> 初めてエピソードが <coughs> はるちゃんはどうはるああれですねの小小屋はるかねあの方ですねちょっと待って時間 <coughs> 皆さんちょっと時間教えてください小 <laughs> 声さんの方まだ呼ぶ機会がなくて。 呼ばせてていいいただけていないですはるちゃんって呼びたいんですけどねやっぱり <laughs> あラジオ配信でしたオーディションではそうです焼きまんじゅう中身ないというか中身はありますよなんかパンみたいな感じですももつつ確かにもつ煮 群馬の観光地えー、なんか私群馬の魅力について何かまとめてパンフレットみたいなのを作るみたいな企画したいです自信ありますよ群馬のことを紹介するのミョウチクニもありますねリビーの大好きです私のことあわかるかも <laughs> カメハメ派の人 あれですね。グループおしゃべりの時ですね。リリーの呼びもオッケーです。全然オッケーです。デッキー来ました。なんかあの N G T Four Eight に合格してから初めて母とこっちの新潟に来た時にあのなんでだろうなんか分かんないけど。 どこかに寄るってなってたまたま入ったのがデッキでしたようんうんうんぐ群馬近いうちに行くんえー、群馬のどこら辺に行くかにも寄る気がしますそれはどこに行くんだろう私は基本的に山系が好きなので山をおすすめします <laughs> <laughs> 山の近くっておいしい料理屋さんとかが多いんですよあとあれ行ってくださいあのそばとかうどんとかラーメンの自動販売機行ってほしいですあそこおいしいです <laughs> 焼きまんじゅう私あんこ入ってるの食べたことないですね地域的なものなんですかね ドライブスルーが多いそうなんですね。<laughs> あ,あ。え。夏暑いですね。群はとっても暑いです。そして秋とか冬あと春もですね。風がとんでもないことになります。<laughs> 北風が。 誕生日そうですねはい一緒なんですゆきりんさんとそれだけはずっと覚えてました小学生の時になんか有名な芸能人の誕生日みたいなのがギネスブックかなんかに載ってるんですよ図書館で読んでて自分と同じ誕生日の人いるかなとか言って言って見てて小学生の時に「わーって「すごい!」ってあの有名なアイドルと一緒だなって思ってましたね 三 <laughs> 期生メールあありがとうございます嬉しい返信してくれてるニックネームは洗いれるのってそれフルネームじゃないですか賢キャラそんなことないですよ <laughs> あ今そうなんですねちょっと九時半らへんになったら ちょっといろあれだな <laughs> え私と誕生日一緒ですかすごい嬉しい多いのかな7月15日ってちょっとな流れちゃうあー村長確かにえ確かにそうですねでもなんかやっぱり名前で呼ばれるの 嬉しいのって思ってたんですけど <laughs>、これあの姿勢が悪いかも。あ逆逆だ逆だ。あ流れちゃう悲しい流れちゃう。こんにゃくパークいいですね。え群馬観光大使えでもやりたいです私群馬のお仕事したい。結構群馬 にの魅力とかには。をまとめる。まとめてみたいですね。うん。そうなんですよ。やっぱり N. G. T. 法廷とは新潟の。新潟に密着したアイドル。なんですけど。地元群馬も。ぜひ知っていただきたいということで <laughs>。せっかくお隣なので。 皆さんにもね群馬のことを知っていただきたいなと思います <laughs> 群馬出身の方多いんですねええー、ザスパー確かにえ聞いてください私群馬県民なのに草津温泉に行ったことがないんですまだこれ衝撃なんですよね自分でも もう家族が断然イカホ温泉派だったんですよなのでイカホばっかりでした私の荒池ははい <laughs> 悲しい行きたいですねサワリパーク私も幼稚園あたりで一回行ったかな情報かれたそうですねもう完全に群馬トークになりましたね <laughs> <laughs> 確かに思う前店よく出てる気がするあえそうえそうなのそうなのこんにゃくパークの CM 私メールで書いたんですけどびっくりしちゃったんですよ群馬に群馬で見たことないのに待ってって思って <laughs> 優等生キャラそうなんだ黒い焼きそば <laughs> 私も好き <laughs> えやっぱり7月15日多いのかな7月生まれ私だけじゃないですよ杉本萌ちゃんもです <laughs> 私の立ち位置ととかかかキャラわかからないですね私今日9時半までの予定なんですけどあ収まりそうですかね <laughs> リりーのって呼ばれて呼ばれたこと今まで呼ばれたことはなくてでもあだ名にリーノンって書いたら呼んでくれる子もいます <laughs> <laughs> 群馬で待ってます NGT 普通に一般人の荒リリのとしてももちろん群馬には行きたいんですけど NGT48 の荒リリのとして群馬で何かできたらそれが自分の中では大きな目標かもしれないです地元でっていうのはもっと群馬,群馬の方に NGT48 っていう存在を知っていただきたいですね。 あ鶏飯,あ鶏飯そっか私鶏飯って普通に食べてましたもんそれが当たり前だと思っててそんなことないんですねやっぱ分かんない自分にとっての当たり前が違ったりするもんですねスーパーの名前とかもあのそうです3期生のみんなと話してて。 地域によってとか県によってスーパーの名前が違うんですよ何何それと思って岩畑まだ見たことないんです NGT48 に合格してあのー、正式加入するまでに温泉に行きたいねって言ってたんですよお母さんとだけど行けなかった <laughs> 温泉まんじゅう好きです イカホンめちゃくちゃゃくいいところです私あのメールにも書いたんですけどグリーン牧場に行っておもちゃと自動車の博物館に行って伊香保温泉に入って泊まって帰るのが好きなルートですぜひ皆さんもやってみてください原田のラスクそうだ私小学生の時に工場見学で焼きたてのラスクをいただいたことがあります はあ、なんかそう考えると群馬っていろいろ多いですね特徴というか変わったものがこんばんは新井さんこんばんは <laughs> 新井さんってなんか不思議な感じ群馬の方言 <laughs> 時間大丈夫かな <laughs> 心配になっちゃう群馬の方言はなんかどうなんだろうどういうのが 普通なんだろうわかんないけどなんとかでさあのさなんとかでさとかなんとかじゃんとかあとなんだっけ私がよく言われるの私が私のお家で洗い池でよく使われる方言的なものはあのなんてなんとかだったのにとかをなんとかダニーとかなんとかダニーって言います <laughs> すごい恥ずかしいんですけどね モグモグ担当いいですねもぐもぐ担当がいい <laughs> 今度そうですあのラーメン部さんにもなんな,なんと私もびっくりであの出演させていただく予定なので私すごいびっくりしちゃいましたえ私って思って <laughs>。 埼玉公園って生配信ななないのかなどうなんでしょうえー、してほしいですねやっぱなかなか足を運ぶのが難しい方もいるだろうし祝日とはいえど祝日がない方もいらっしゃるじゃないですか職業柄によってはなので群馬でライブツアーうわーそれできたらめちゃめちゃ 感動的ですよ私としてはへえ鶏飯鶏飯は本当に薄くスライスされた鶏肉に味をつけてっていうなんてなんて説明したらいいんですかね多分見た目自体はすっごいシンプルなお弁当だと思います ラーメンそうなんですラーメンの勉強しないとラーメンのこと食べ物好きなんですけどラーメンあんまり詳しくなくて姉がラーメンが好きだったので連れてってもらうことはあったんですけど何も知らずにラーメン部さんに出演させていただくことはできないと思って今ちょっと焦ってます <laughs> <laughs> んー何があるかなああロックハート城私も行ったことないです14分ですか今今ですかねわかりましたちょっとちょっといや9時半だよって教えてください半になったら。 今日レイニャーさんのおしゃべり会見学してましたよ <laughs> もぐもぐ配信したいえいいですね私それやりたいです <laughs> 埼玉はそうですよツアー埼玉出ることになりましたのではい楽しみにしててください もうダンスの苦手な私は頑張りたいと思いますでもやっぱりそうですね苦手とか得意とかではなくて私の精一杯を出し切れるように頑張り中でございます <laughs> でも嬉しいですねあの群馬と 近い埼玉で埼玉も私はよく行ってたわっごめんなさい <laughs> ちょっと毛布が映っちゃった今日お腹痛くて <laughs> なんかそう埼玉もよく行ってた場所なので埼玉であのできるというか埼玉に行く行けるっていうのが嬉しいですね。 ちょっとさっきのさっきの部分嫌だなちょっとど,どっかに載せたりしないでくださいね <laughs> さっきの今傾いちゃったの嫌だやばい時間が早い <laughs> もぐもぐ配信するならまずはおにぎりじゃないですかで皆さんもおにぎり用意していただいてあのー、一緒に食べましょうそれは約束です おおににぎぎりり食べましょうおにぎり埼玉いやでも心はつながってるんで <laughs> その場にいなくても初事故いや初配信ほぼ初配信にして初事故ですね早すぎるお料理配信ですかあこれあの私今日のおしゃべり会でも言っていただいたんですけど3期の中でも結構 雰囲気がお母さんっぽいって言っていただくんですねあのそのイメージを持ってらっしゃる皆さんを絶望させるかもしれないんですがあの実はあらゆるの料理ができませんはい <laughs> 残念ながら <laughs> 大変なことですねこれはおにぎり握るのもちょっと不安 <laughs> おにぎり…具具はどうしたらいいえー、具悩む私おすすめしてるのは甘い卵焼きなんですけど甘い卵焼きでもみんなに「えっ?」って言われるんですよ鮭とかなのかな普通普通コンビニのおにぎりあーそっか喉も大切に喉大切にしてますよもうプロポリスが欠かせません 喉歌うの大好きなんですけど喉はあんまり強くなくて私なので毎日毎日喉のケアはして寝てますグー私卵焼きなんだけど卵焼きなんだけど <laughs> えみんなびっくりしてるの卵焼き美味しいよ <laughs> あ料料理か料理かかの方かあはいあじゃあそうですね ファンの皆さんに作っていただいて私が食べるというのでよろしいでしょうか <laughs> 具に卵焼き聞いたことないんですかあ、じゃあちょっと待って荒い木発祥かもしれない…ま…ま <laughs> ません <laughs> 何ならできる何ならできるんでしょうか何な…荒いリリの料理何ならできるみたいなやりません <laughs> <laughs> もう全部企画にしちゃいませんお餅を具にしましょうそれはリリノさんでもやらない <laughs> 餅は単品で食べるのが一番おいしいいつかカラオケ配信あのするつもりですえー、できたらあのな,んなら明日とかやりたいんですよねやりたいんですけど歌えるレパートリーが あの少ないということであのえまあ、少なくないのかな喉の調子によりますその日のできるかどうかが申し訳ないですねえマヌカハニー気になってるんですそうでもお高いじゃないですかそうでもその分喉にすごい効くのかなとか思って結構ルールがあるじゃないですかあの木のスプーンじゃないとダメとかそうだから やめて。村長さんやめないでください。やめてください。洗いりるのはいいです。村長さん、押してください。21分ですかありがとうございます。教えていただいて。目玉焼きはいける気がする。あ、ゆで卵できます。ゆで卵。ちょっと、あれなのかな過ぎちゃっても問題ないのかな繰り返し言うなんか <laughs>、なんか、 この人ずっと発声練習してるみたいになりません <laughs> 歌声聞きたい私も歌いたい歌いたい <laughs> オーディションの時歌ったの私オーディションあの新潟一番さん夕方ワイドさん見ていただいたら分かるんですけどあのー、まさかの課題曲変更っていう事態が起きてちょっとこれ明日ゆっくり話したい ちょっとオーディションの話明日します。あの事件の詳細を <laughs>、らゆる布の身に起きた事件の詳細明日お話しするっていうメモを今日メールに書きます。コージー時代のぐんまーちゃんは、はい、洗いです。洗いです。23分、ありがとう。え、そう、ゆで卵の黄身の加減 好みによって変えるけど難しいと思います。最終審査、そう、あの、最終審査の話したい明日しますね、はい。明日。明日何時にしようかな。りんちゃんの歌ツイートで、そうなんですか私歌、歌ったんですか <laughs> 歌ったんですかも変ですよね。 取ってくれたら嬉しい <laughs> いや歌いたいんですしあオーディションの話もしたいけど時間がない <laughs> やばい <laughs> はい明日楽しみにしててください夜がいいなあそうですね私も夜がいいな <laughs> でも明日メイクも何もせずにやる気がする <laughs> <laughs> はいショールーム予約しますよもちろんただ時間の辺ん泣いてるえ泣いてるあ,のあの明日話しますねまとめていろいろあったんですよあらゆるのパニックでしたあのちょっとした予告だけ置いておくと最終審査受付に 行った瞬間からあらは最終審査を受けずに帰りたいと思ったそうですっていうあの伏線だけ置いていきますね <laughs> 明日お話しさせていただきますゆっくりお話ししますね明日今日と同じくらいそうでも今日はあのおしゃべり会もあったので短めにしたんですけど時間もちょっと余裕持ってお話しできたらなって 今日からもバメとってます。ありがとうございます。バイト二十一時までだから、そのくらいがいい。そうだね。十時ぐらいまでできたらいいな。明日八時ぐらいからできるかな。二時間ぐらいやりたいなって思うんですけど。リハーサルでの歌聞いて思ったらしい。ええー、嬉しい。すっぴん配信。早すぎませんよ。 はやすぎませんメイク配信ですかえ、しようかな。ちょっといつかしますね。朝余裕のある時に。はい。配信夜。え,え夜シフトなのえー、えー、フジャーラジオ。あ、そうですね。あ、9時25です。ありがとうございます。え、でも、た、う、ぶん。 時時かから10時ぐらいかなにやりたいなちょっとあの全然あの大事を優先していただいて大丈夫です申し訳ない申し訳ない昼間だと明日月曜日だからお仕事の方が多いかなと思って続きは Web でそうですね続きは明日のショールームで <laughs> テンパりやすいですでもあの時の洗いはテンパりだけじゃないです事件が起きてましたもうすでに。 本当に事件が起きてたんです洗井の元に <laughs> そうルアちゃん今日やってたんだよねそうらしいです洗井は寝ぼけながら朝用意をしていました見たかった困ったかメールで詳細遅れたら遅れたらあとは明日 ちゃんとお話ししたいんですけど別にその後も聞いていただければポロって時間があればお話しできると思いますちょっと明日それだけは皆さん教えてくださいねオーディションの話だよって <laughs> 何しよの時間と被るよえちょっと私だけではちょっと決めかねるので決まり次第メールとあとは予定に入れたいと思うので申し訳ないです本当に あのはい計画性がはい申し訳ないですね今今30分にな,なっちゃいましたか <laughs> もしかして <laughs> 今何時かなお星さんはありがとう28分あすごいえじゃ新潟一番の話はしたいんですけど明日ショールームははい時間がかぶるかぶってしまうかもしれないそうです えそれかもっと早くからやりますか7時とかその方がいいのかな皆さん7時ってどうなんでしょう7時からとかにしようと思っているんですけどどうでしょうか こんばんは。洗いりりのです。犬 <laughs> のちゃんに任せる。多分見れそう。じゃあ七時にしようかな。仕事中ですか。七時希望。じゃあ七時から始めます。は、うん、始めようかな。予定では。かぶっている時間は。あの先輩を。 優先してください是非その間は私が適当に1人でベラ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 喋ってると思うのでじゃあそうですねそれぐらいでごめんね忙しいのにでも大丈夫7時からだから <laughs> 何時までとはまだ決めてないから明日は時間持ってあ違う違う時間に余裕を持って。 やりたいいいと思います今日は本当にごめんなさいでもおしゃべり会に来てくださった方もありがとうございましたおねぎらいの言葉をくださった方もありがとうございましたそうあのー、長めにねやりたいと思うお話ししたいこといっぱいあるメールでお話ししててもやっぱり言葉でこう発すると いろいろ細かなことが出てくるから、三時間でもいき思いました。三時間やりますか？でも三時間荒い布の喋りに耐えられる人がいるのかという話なんですよ。どうだか、正座待機あぜひぜひしていただけるとありがたいですね。声がいいねありがとうございますこの声は母譲りですかね。 <laughs> 顔可愛くないですよって言ったらダメなのかな <laughs> 私顔は全然あ三31分になりましたありがとうございますえじ、ー、ゃあ分かったチャレンジしましょうとりあえず明日3時間チャレンジしてみますかそうラジオもあるらしいのでやっぱりね それを大事にししていいいいたただき被らないというか皆さんが見たいときに見れるように今空いてるぜってなったあ空いてるってなったときにあっショールームやってるじゃん入ろうってなれるようにちょっと明日は余裕持って余裕持って長めにチャレンジしてみたいと思いますはいではよろしいでしょうか いよしショールームって終わり方わかんないんですよね。名前は母がつけました終わり方がねえねえあらいりりのなんですけどほんとになな子さんに失礼ですよダメですよ <laughs> はいこちらこそありがとうございましたじゃあまた。 た明日 <laughs> もうまた明日オーディションの話とかいろんな話ができたらいいなと思いますので明日も健康でいられるように洗えるのはゆっくり寝たいと思います <laughs> はいじゃあまた明日ちょっといつ切ろうかな <laughs> 皆さんおやすみなさい もしよかったら明日も来てください。バイバイ